ディープシーチャレンジャーは世界で最も深い海の底として知られるマリアナ海溝のチャレンジャー海部地に到達するために設計された有人深海探査艇である2012年3月26日カナダ人の映画監督であるジェームズ・キャメロンの操縦により最新点に到達した彼は単独でチャレンジャー海部地に到達した最初の人物になったオーストラリアのシドニーで アロンプロジェクト対リミテッドによる研究と設計に基づいて建造された元船は、化学資料採取装置や高解像度の立体写真機を備え、会場から約2時間で最深部に到達することができる。ディープシーチャレンジャーは、深海挑戦計画において、ナショナルジオグラフィック協会の協力と、ロレックスの支援のもとで、オーストラリアで秘密裏に建造された。 建造を主導したのはオーストラリア人の技術者であるロン・アラムである。アラムはシドニーのライクハートにある小さな工場でアイソフロートという水深 11km の水圧下でも浮力を維持できるほどの優れた特性を有する新素材を開発した。この新しい浮力材は微小な放浪ガラス球をエポキシ樹脂で固めたもので密度は約0.7であり、 潜水艇の全体積の70%を占める。このほか、オイル充填超圧式推進機、発光ダイオード照明装置、カメラ、潜水艇内からの送信用の高速通信ケーブル、リチウム電池の充電装置が新たに開発された。タイタニック号の調査を収録したゴースト・オブザアビスや戦艦ビスマルクの調査等を、キャメロンが手掛けたこれらの撮影において、アラムは、 電気通信を担当しており、この経験が開発に生かされた。潜水艇用の電源は、浮力材の間に収められたリチウム電池である。キャメロンを運ぶ構造体はタスマニアのファイナイトエレメンツ社で製造された。嗅覚内には消火器、湿度管理システム、制御装置が装備されており、シドニーを拠点とする産業設計会社のデザインインダストリーが担当した。 ディープシーチャレンジャーのパノラマ写真。左側面の上部和度の利用としては十分な直径1.1メートルの耐圧角を特徴とする。機体の底部にある厚さ64ミリメートルの耐圧角の鉄の角壁はペンシルベニア州立大学にある深海の水圧を再現する高圧試験装置内で114波の圧力で試験された。 機体は垂直の姿勢で操縦され、500kg の重りにより、深海底まで降下し、浮上する際は重りを投棄する。もし、重り投棄装置が故障した場合は、海水による電解腐食によって、一定時間の経過後に予備の切り離し装置が作動し、重りが自動的に切り離されて浮上する。潜水艇は蓄電池、推進機、生命維持装置、 立体カメラ、発光ダイオード照明を含む180以上の装置によって構成され、これらの装置はカリフォルニア州のテメキュラを拠点とするオプト22社によって監視、制御される。潜水中、制御装置は、深度、温度、圧力、蓄電池の状態や他のデータを記録し、3分ごとに水上の支援船に送信する。ディープシーチャレンジャーは、 50年前の潜水艇であるバチスカーフトリエステ号の1、10の重量でトリエステよりもはるかに多い観測装置を備え、かつ降下と浮上は高速である。2012年1月末、システムの試験のため、キャメロンは3時間かけてオーストラリアのシドニー海軍基地の海面直下に先行した。2012年2月21日には、 1000メートル以上を目標に先行したが、カメラと生命維持装置の問題によりわずか1時間後に浮上した。2012年2月23日、ニューブリテン島では、水深991メートルの海底への到達に成功した。2012年2月28日の先行では、6時間かけて水深3700メートルに到達したが、 電源システムに問題があることが判明した。2012年3月4日に、ソロモン海のニューブリティッシュ海溝の水深7260メートル付近に到達した際に、垂直水深機異乗が見つかり、キャメロンは海上に引き返した。後日、技術的な問題を解決して、サイドニューブリティッシュ海溝に先行し、最大水深8221メートルに到達した。 海底では堆積物、イソギンチャク、クラゲと多様な生物が渓谷の壁面で見つかった。2012年3月18日、ソロモン海の試験海域を離れた潜水艇は支援船のマーメイドサファイアに栄光されて修理と改良のためにグアムのエープラハーバーに寄港し、潜航に適した天候を待った。2012年3月24日に、 グアムの港を出港して2隻の支援船の中の1隻でアルーリ氏がチャレンジャー海部地の海域まで栄光した。現地時間の3月26日にマリアナ海港の海底に到達したことが報告された。これら2枚のグラフはジェームズ・キャメロンの乗ったディープシーチャレンジャーが降下及び上昇した間の推進と時間の記録で、先行はアトクの3月25日に開始され、 3月26日に終了したが、グアムの時間では先行開始が2012年3月26日だった。両方のグラフは水中電話で受信した水深を元にしたポール・アレンの彼のヨット・オクトパスからのツイートを元にしている。先行開始から海底に到達するまでの所要時間は2時間37分であった。トリエステの約2倍の速度で降下したことになる。 ロボットアームの腕に取り付けられたロレックスの腕時計であるウォーオンは先行中、正常に機能した。すべての装置が予定通り機能したわけではなく、故障したものもあった。海底を測定するために必要なソナーが作動しなかったため、着底用の装置が出ず、資料採取用の油圧装置にも問題があった。2012年3月26日にキャメロンは、 マリアナ海溝のチャレンジャー海物地の水深1898.4メートルのディープシーチャレンジャー海底に着定した。チャレンジャー海物地に友人で到達した2回目の潜水だったの記録を樹立した。2012年2月時点で複数の機体が同じ水深を目指して開発中である。それらを以下に示すディープシーチャレンジャーはウッズホール海洋研究所に 深海調査のために寄贈された。2015年7月23日、コネチカット州の週刊道路95号線を走行中のトラックが炎上し、積み荷であったディープシーチャレンジャーは焼損した。ディープシーチャレンジャーは、オーストラリア一時的に貸し出すため、ウッズホール海洋研究所からボルチモアへ輸送する途中であった。トラックの後部タイヤのブレーキから出火したと見られている。 火事の後、潜水艇は、ウッズホール海洋研究所に戻された。ありがとうございます。